はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は皆さんにめちゃくちゃ強いカードをご紹介したいなというふうに思っておりまして、ホワイトサルベージというカードご存知でしょうか。これカード名指定ターン1がついているんですが、自分の墓地の魚族モンスターを回収できるっていうかなりやべえことが書いてあります。ちなみに永続魔法です。永続魔法なんですよ。つまり毎ターン墓地の魚族を回収できると。これめっちゃ強い。で2番で相手の効果が破壊されると、で木から魚族をサーチしたりリクルートしたりっていうことがついてるんですけども、おまけで、まあ、1番が強いですね。毎ターン魚族を回収できるんで。でリンクスには1枚初動カードがね、あの追加されまして、これカッターシャーク、これがあの1枚あれば毎ターン毎ターンエクシーズモンスターを供給できるんで、今日はこのホワイトサルベージで魚族を回収してひたすら1枚初動のランク4を連打していくという、そういうギミックですね。で魚族モンスターなんですけども、雑に強いサイレントアングラー、それから、ゼンマイシャークっていうのを今回は採用しました。これあのね、レベル4の魚族を、絞り込んで調べたら出てきたんですけども、ランタンシャークってさ、こいついいんじゃん。こいつさ、2体ランタンシャークがいても、あれ、展開できないんですよ、ランク4を。こいつ、手札からランタン以外のラン、レベル3から5出せるんですよ。こいつ、あんま強くなくて UR のくせに。これね、これ強いんですよね。これなんでかっていうと、ゼンマイゼンマイっていうハンドでもランク4立てれるし、なんならこいつレベルを1個上げたり下げたりして、ランク3とかランク5とか出せるんで、まあ、ここからゼンマイを入れてるんですけども、ここランク4であればボルカザウルスとかでもいいし、アドレウスとかでもいいし、これなんでもいいんだけど、ランク5出せますってことですね。つまり簡単に言うとゼンマイシャーク、ゼンマイシャークっていうハンドから。でまあ、カッターシャークになれるプリンセスは1枚入れて、ちょっと1枚初動の、まあ、枚数をちょっと1回増やしていくと。で、今回このホワイトサルベージ、もちろん強いんだけど、これが強いっていうことを言いたい。これ最近ね、よく見るギミックなんだけど、あ、ちなみにこのデッキ結構強くて、キング昇格戦手前まで行けたんですよ。撮影の都合でまだちょっとデュエルキングならなかったんですけど、これね結構そこそこ強いと思う。やっぱ一番初動がね、多いから安定感がそこそこあるってことだと思うんだけど。で、この、バグシグナルっていうカードがめちゃくちゃ強くて、これ昆虫族モンスター、エクシーズモンスターか。昆虫族のエクシーズモンスターの上に、そのモンスターよりランクが2つ高い、昆虫族エクシーズモンスターをインチキエクシーズするっていう、まあ、マスクチェンジみたいなね、カードなんですよ。エクシーズ版マスクチェンジみたいな、昆虫の。で、これどうで使っていくかっていうと、デッドレシーンってめっちゃ強いんですけど、単体でも。これデッドレシーンの上にインチキエクシーズしてコアベージ出せるんですよ。どうやってやっていくかっていうと、デッドレシーンをエクシーズ召喚とりあえずなんか適当にしますと。ランク4を出して。ランク4出してっていうか、レベル4を2体並べて。で、デッドレシーン出します。で、これ昆虫族でランク4モンスターなんで、コアベージの、この効果。エクシーズモンスターの昆虫族のランク3、4のモンスターの素材を2つ取り除くと、なんかインチキエクシーズができると。上に重ねてね。ガイアドラグみたいな感じで。で、これで、守備表示除去できるんですよ。このモンスターちなみに。守備表示のモンスターをデッキバウンスできるっていう効果なんで、まあ、例えば、月の書でね、裏返したモンスター除去したりできるんだけれども、さらにマスクチェンジ打つとこれが出てくると。で、こいつめちゃくちゃ強いんですよね。このカブトムシが。カブトムシは、フリーチェーンで、相手のフィールド上の守備力が一番高いモンスターを破壊できるんですよ。これだから青眼っていうなんかスプリットドラゴンとか源流とかあいつら全部殺せるんですね。このモンスターめっちゃ強いんですよ。だからこれでマスクチェンジをして、まあ守備表示モンスターを除去しながら、マスクチェンジしてこいつで、表側のカードも破壊していくというめちゃくちゃ強いコンプですね。これはであとはまあ汎用具ならぶち込んときゃいいんだけど、まあ狡猾な落とし穴とか清掃とか、まあ、月の書はこいつとコンボできるんで結構強いんで、まあ、入れてますと。あと先行制圧フォトンストリックバウンサーとかもね裏返せるんで。で、なんで絆の力にしてるかっていうと、絆の力にしとくとこのコアベージと下級モンスターこの辺かとかで意外とワンキル取れるんで、絆の力にしているよっていう感じですね。はい、まあ、別にこれスキル結構自由みたいなとこあるんで、なんかオーバーレイゲインとかああいうのでもいいと思いますし、何でもいいです正直スキルは。はい、というわけで早速ね、ゼンマイ買った信号とかいうのが謎のデッキを回していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。行くぞ。あー、ゼンマイさんだけんとポップやべえな。カッターシャーク6枚ぐらい積みたいんですけどね本当は。ウルアツ来た。
カッターをね6枚積みできるとねめっちゃ強いんですけどね。まあディーバーがね本当は強いんですけど、まあちょっと竜の、あ竜のじゃねえや、なんだ竜ってサメの領域、ああ強いわこれは。いいバックもねえのはいい。そしてプリンセスの効果発動。プリンセスはゲームが除外するとなんかお魚を特殊召喚できるぜ。いけカッターシャーク。そしてカッターシャークの効果発動。カッターシャークは自身を対象に取りレベル4の魚付くモンスターを1体デッキから特殊召喚することができるぜ。もちろん出すのはゼンマイシャーク。そしてゼンマイシャークが特殊召喚に成功した場合手札のゼンマイシャークを特殊召喚。そしてゼンマイシャークとゼンマイシャークでオーバーレイネットワークを構築。ちょっと待ってくださいね。出してこれとこれでこれしてでフォアページしてで清掃しなくて清掃いけるわ。そしてここで俺はデッドリーシーンのオーバーレイネットワークを2つ使いオーバーレイネットワークを再構築エクシーズ召喚。そしてカードを1枚セットしスキル発動絆の力。これによっててめえのブルーアイズホワイトドラゴンの打点を超えることができるんだぜ。いけ。そしてダメージステップ自分いいっすか。禁じられた清掃の効果発動。相手の攻撃力を800ポイントダウンさせるぜ。そして手札よりマスクチェンジ発動。オーバーレイネットワークをさらに再構築エクシーズ召喚。ラリノセバスをエクシーズ召喚。そしてラリノセバスの効果発動。相手のフィールドの守備力が一番高いモンスターを破壊していく。いけー。これが白の救済買ったお魚プリンセスデッドリーデッキだ。デッキ目長えな。ありがとう。俺のデッキ、お前たちこそが俺が築き上げてきた絆のすべて。ちょっと多分デッキ名かっこいいやつ募集していいですか。さあお相手の方はもう貝場しかおらん。貝場しかおらん。月末レジェンドはもう貝場しかおらん。もうなんか本当にさ、このランク戦しか遊ぶ場所ないのマジでどうにかしよう。なんかもうちょっとさ、なんかねあるじゃないですか。これはでも俺たちがどうにもならないからな。なんかね本当にねもうね、なんかね固定デッキしか、強いデッキにしか価値ないんですよ。ランク戦しかないと。もう本当にもう嫌気がさしている俺はこの環境に。まあだからね、いつも僕竜の幹部会っていうね、メンバーシップ限定で環境外デッキ選手権とかなんか運ゲー大会とかやってるんですけどね。ぜひね皆さんもね、よかったらね、強いなそれ、その動き強いな、よかったらね、もうランク戦にうんざりしていますみたいなね、環境デッキも見たくありませんみたいな人がいたとしたら、ぜひうちのメンバーシップに登録してください。楽しませる能力だけは高いですから、うちの幹部会は。いやーもう肉声怖っ。そんな癖じゃん。メインフェーズ終了前、深淵に潜むものの効果発動。さあてめえの太古の白石の効果無効化していくぞ。さあ太古の白石の効果使いてえんだろ。使わせるわけねえだろ。とりあえずブルーアイズは出てこないぞ。よしで、とりあえずトラップカード3枚はキモいな。トラップカード3枚キモいマジで。まあでもこれで一応太鼓だとしても言うてですね、深淵はの効果使えるんで、まあ、なんとかなるかなといったところ。さあまずはホワイトサルベージによって、知らねえだろこのカード効果読んでんな。このカードの効果知らねえだろ。毎ターン魚族モンスターを墓地から回収できるぜ。つまり毎ターン1アドを稼ぐことができる最強。とりあえず手札に重なったらマジでゴミ。ちなみにでもホワイトサルベージュの効果によってゼンマイシャークを手札に加えるぜ。そしてカッターシャークを召喚。そしてカッターシャークのモンスター効果を発動するぜ。いやーなんかインガ切断は多分1枚はあるんですよね。でも一応インガ切断したとしてもホワイトサルベージュ、ホワイトサルベージュじゃない、CN 質問の効果あるんで、あーそれはいい、もうしょうがないそれは。
なんならホワイトサルベージを破壊しろ。あーそういう感じ。あーまあそっちか、そっちならいいか、そっちならいいわ。なるほどね。なるほどね。これねカード名単位ちゃうんですよね。かぶると弱いんでね、ちょっとやっぱ微妙なんですけども、まあ、とりあえずサイレントアングラーでもぶん殴っていくか。サイレントアングラーでぶん殴っていこう。知らない。これで悪いが、これでなんか太鼓でされても一応なんとかなるけど、ただ次のターンあれなんだよな、回収されんだよなオルタナ。なんでちょっと深淵2体入れといたらよかったんですけども、ですね、サイレントアングラーでここ使ったら一応太鼓あれの手札が太鼓だった場合は一応まあこのターンなんとか防げる気がしますけど、ただいけ、次のこの返しでオルタナを回収される動きはされますね、どっちにしても。さあどうする。うわ月の書、あもう使うしかないか、使うしかないな、これ使うしかないわ、使うしかない。でこれで効果を適用させるしかない。これで相手の手札が太鼓の白石とかであったとしても多分青眼系の出すことはできない多分。ターンエンド。ハロテルなんだろうな。俺のターンドロー。太鼓だったら抱え、どうだろうな。まあでもトラップカードだったら抱えるか。カード1枚セットは。で太鼓の効果でオルタナティブが回収されるっていうのは確定している。はい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 。いやでもね、ひたすらになんか青眼の邪魔はできてると思うけどね。これででもトラップカードからのターンエンド。ターンエンド。なるほど。あれなんだハンド、じゃあハンドなんだ、ハンドわかんねえな、あのハンド、ハンドちょっとわかんねえっすね。サイレントアングラー特殊から入っていいのかね。これ召喚権残しとこう、これ多分そこそこ困るでしょ。でもう一発スパイダーシャークここ行って、でスパシャは破壊されると墓地からモンスター蘇らせられるんでサンダーブレイクは効きませんと、まあ、因果切断はきついですよと。シーン2枚入れとくべきだった感じあるけどねこれね、ぶっちゃけ、まあ、とりあえずゼンマイシャークでいっか、カッターシャーク残しといて、ゼンマイシャークでいい、ゼンマイシャークでいい。モンスターを攻撃表示で召喚で、これで全員でぶん殴りが正解かな、いきましょう。悪いがさあこれで、隕石からの太鼓されると一気に盤面を返されるが、1回ぐらい通ってほしい、1体は1体通った、あと700、あと700だったら最後のデッドリーシーンで潰せると思う、多分インガー切断は OK。 オルタナか、弱えなそれ、あそれ弱えな、太鼓やめて、分かったわ、これ分かった、太鼓引けてないんですか社長、太鼓引いてないですか、青眼出してみろよ、おいおいカイパー、おい青眼出してみろおいどうした、青眼出せよおい。さあこの圧倒的有利な状況になると調子に乗る男、それがその名は不動流星、ひたすらに有利な状況でのみ進化を発揮する男。カッターシャークの効果、カッターシャークを対象に取りデッキからゼンマイシャークを特殊召喚、そしてゼンマイシャークとゼンマイシャークでオーバーリーネットワークを構築、エクシェンス召喚、見せてやるぜ、いけデッドリーシン、そしてさらにサイレントアングラーを特殊召喚、そしてレベル4のモンスター2体でオーバーリーネットワークを構築、エクシェンス召喚、いけデッドリーシン、そして最強カードを1枚セット、いるはずは、おらボケが、何が正眼じゃバカ誰が、おら正眼出してみろ、正眼出せねえ会話に用はねえ。さあお相手の方モクバッチ、よろしくお願いします。より3倍 LP 増強アルファ、また珍しいスキル使ってんな、割烹ベースだと、おいてめえふざけんな、ふざけんなふざけんなふざけんな、うら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 、ふざけんな、なんだこいつ、きっしょ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 やって
ってること。いやこれさ、スキルほぼなしの状態でさ、割烹ベース2回使って両方とも表に出すとか、もうキモすぎない？セプソルですか？ひしょすぎるだろやってること。これやばいわ。これ普通にブロックだよ。これ普通にブロックして通報案件今やりませんけどね。さあこれで、うわベルズーのボス、きめーきめー、うわ棺きんもきもいしか言ってないわ今のところ。いやーうわ一番強いの、一番強いの抜かれた。でもう一枚ハンデステですか。もうなんかどんだけハンデステる、しかもハンドどんだけ多い。1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8、どういうこと、おかしいってこれ。やってることおかしいって。サングステはキモいって。そしてモンスター効果発動、ベルズーロボロス、なるほどベルズーロボロス効果でハンデスしていく。いやでもまだ動けるぞ、一応動けはする。こんなもんかな。動ける動ける動ける。よし頑張れ頑張れ、俺はいける、俺はまだ参える。いやキモい、いやキモい、キモすぎる、キモすぎる、なんだこのクソゲー。おいふざけんなよ、何ハンデス食らわせんだよてめえ。は？何これ、このゲーム何が面白いんですかっていう話ですよ。これこれセットするんでしょ、バウンスされるんでしょ、どうせこれ次のターンで。ふざけんなよ、なんだよこれ、やべえだろやってることこれ、ふざけんなよ、やばすぎる、マジでやばいこと起きてる今。こんなこと許されていいのか、こんなことが果たして許されていいのか、おかしいって。いや4ハンデスして1枚バン、いやおかしいって、どうしてどうしてだよ、どうしてどうして俺だけがこんな目に遭わなきゃいけないの。これ普通に犯罪なんだけど、どうやら理解しようだな。そうだこれがデュエルリンクスだ、やかましや。